さあ今日は MV フォージドの本社にやってまいりました。今ショールーム見せてもらってるんですけど、こんな感じです。ホイールがズラズラズラっと。 MV でプロポーションしてるんで、まあ MV がおなじみだと思うんですけども、他にもブランドやってて、ESR っていうちょっとコンパクトの車に履かせる、ちょっとスポコンとかその辺に似合いそうなホイールとか、あとこのブラード、はい、この辺なんかもやってたり、まあ、おなじみのこのラベルグループ、はい、この辺のホイールもやってたりするということで、まあ、いろんなブランドでいろんなホイールを削ってるみたいです。で、今日はこれから中を見せてくれるということなんで、中の様子をお届けしたいと思います。さあ、それじゃあ早速工場の中潜入したいと思います。まずこう入ると、これずらずらと完成したホイールが並んでおります。なんか見たことある？そうなんです、これよく見てください。なんとアナーキーということで、なんかアナーキーからもこう製造委託を受けてるということです。で、これアナーキーだけじゃなくって、まあ、他は多分契約の関係があると思うんで出せないですけど、いろんなホイールメーカーのをこう実は作ってるという、アメタンのもう本当に裏方の仕事もバッチリやってる。で、自社のこの辺の MV のホイールもものすごい勢いで出荷されております。そしてこのエアロディスク、さっき教えてもらったら、このエアロディスクの形状、これでなんかちゃんと特許取ってるってことで、ちゃんとクーリング効果があるようになってるらしいです。で、これ外したのもさっき持たせてもらったんですけど、やっぱりカーボンなんてめちゃくちゃ軽いっす。で、結構そのドレスアップのアルミのやつなんかもあるんですけど、もうそれ単純にドレスアップなんですけど、こちらの MV のカーボンのタイプだと重量図を抑えてクーリング効果も出るようなものになってます。で、ちゃんとこういう細かいパーツ、このビスとかこの下に入ってるその下駄的なもの、これも全部自社で削り出して用意してできてました。あとこのセンターキャップなんかも全部細かくやっております。そしてこっちにも完成したホイールがいろいろあって、この ESR っていうのが MV フォージドがやってる別のブランドっすね。先ほど入り口でもちょっと説明させてもらったんですけど、その辺のホイールなんかもいろんなラインナップがあると。で、あとめちゃくちゃ有名なとこでいくと CP レース、これカリフォルニアのあのスーパーカーむちゃくちゃパワーアップさせて1000馬力とか2000馬力にしちゃう、そのショップのオリジナルのデザインだったと思います。これちゃんとあのなんちゃってビードロックじゃなくて、ここにタイヤ挟んで、要はこうずれないようにする、ちゃんとリアルなビードロックも作って機能するようになってる。そしてあとはもうこの辺は在庫ホイール、プロフォームとあとキャストだと思います。この辺がもう大量に、ご覧ください、アメリカサイズのこの倉庫がパンパンに詰まっております。ここから世界中に発信されてるみたいです。で、奥の見えますでしょうか、ちょっと広いスペース、こちらはこれからのフィニッシュの設備が入るそうです。で、今現状としてはホイールのフィニッシュ、そのカラーリングとかあとポリシングとかそういったものは専用の業者に出して、まあ、帰ってきてから組み付けっていうのをしてるらしいんですけども、それも全部内製化するために、まあ、将来的にもう間もなくらしいです、そっちに設備を入れるそうです。そしてこちらご覧ください、こちら側に今音楽バコンで流れてますけど、CNC ホイールを削る機械がたくさん入ってます。で、大型のものが2、3、4台ぐらい、あと中型のものも4台ぐらい入ってる。で、ここで削り出されてる。で、こんな感じで削り途中ので、さっき教えてもらったんですけど、この普通削った直後のってこうバリが出てるんですけど、もうほぼバリがない。これはもう特殊なセッティングとプログラムでそれが実現してるそうです。で、もちろんこれからさらに追い込んで、まあ、仕上げて製品化されるんですけど、もう第一段階の削りの状態でもう全然バリがなく、この辺はだから本当に技術力と、まあ、ノウハウがいってるらしいです。で、この辺も複雑に削り出されてますけど、同じようにバリがほとんどない。で、この辺は削る前のプランクのホイールですね。ここからまあ裏側、こっち側、いろんな方向から削ってやるそうです。で、今ちょうど中で削られてますけど、こんな感じで、で、ドリルの先っぽ変えて場所によってプログラミングでやるそうです。で、こっちもプランクス、この辺のものも大量に在庫してるらしいんで、いろんなお題に対応できる。で、この機械が動いてると、この爆音楽家のいろんな工場見せてもらいましたけど、セットみたいです。そしてこれさっきこれ事前に1回回って教えてもらったんですけど、これこのジグ、要はディスク削るためのこの固定する器具、これがワンオフだそうです。開けていいですか、これ普通はサイズに合わせて20インチだったら20インチのこのジグにする、19インチだったら19インチのジグにしないといけないんですけど、これはなんと内側にこう段がついてて、
一つのジグで3インチぐらい対応できるようになっていると。そうすることによってこのジグを交換した時のズレがなくなるということで、基本的にジグ固定したまんまこの製品の、まあ、裏返したりとか入れ替えたりだけなんで、まあ、場所がずれないと精度が上がってできるそうです。っていうのも今の社長のお父さんがエンジニアらしくって、まあ、そういったものを手作りして、まあ、作ってるそうです。なんで同じこのハースっていうカリフォルニアに本社を置く、まあ、世界的にかなり有名な CNC のメーカーなんですけども、これみんなアメタンメーカー使ってるんですけど、その中でもカスタマイズしたりだとか、まあ、独自のそのチューニングをして、まあ、より精度の高いものを作れるようになってるそうです。だからまあいろんなメーカーから、まあ、その製造委託を受けてやってるっていうのもあるんで、こっちも CNC、まあ、中型のものだったりだとか、まあ、あとは出荷前のホイールなんかもこの辺プロフォームだと思うんですけど、この辺なんかもたくさん並んでおります。でこれ今まさに削られてる状態で、これもさっき教えてもらったんですけど、その削る先端のドリルもガチガチに調整しちゃうと、要は機械が移動した時にこうなんかブレが出ちゃう。なんであえてそこに遊びをちゃんと作って正確にできるように、これもノウハウらしい。さあ、そして先ほどそのインチが多少幅があるっていう話でした。軸がこれです。これも素材もなんか工夫してて、こう硬いものでガチッと掴んじゃうとホイールが歪んだり傷になっちゃったりするんで、この素材にもこだわって、まあ、ホイールよりかは柔らかい、まあ、リムに傷がつかないような素材でこうちゃんと掴むようになってるらしいです。さあ、そしてこちらが最終的なホイールの組み付けの場所らしいんですけども、この辺がピアスボルトですね。ちなみに MV は全部このピアスチタン製タイタニウム製だって言ってました。でさらにこれ表から止まるピアスボルトなんですけど、ちゃんと裏から止まるピアスボルト全部別で用意しておいて、ご覧ください、ちゃんと MV ロゴも入ってるという、だから細かいところもめちゃくちゃこだわってるという。そしてこちら最終的に、まあ、もちろんその芯片を出して、まあ、製造して組み付けはしてるんですけど、最終チェック でこれで全部ブレを計測すると。でこれ先ほどエンジニアのお父さんに教えてもらったんですけど、なんと日本製という、僕全然関係ないんですけどちょっと嬉しくない。ちゃんと全部ブレの精度も出して出荷されるそうです。さあ、というわけで今回は MV の工場の中の様子をお伝えしました。 MV 工場で他にもいろんなプラントやってます。このショールームにもたくさん飾ってありますけども、他にも本当にオフロード用のホイールだったりだとか、あとは国産コンパクトに似合いそうなちょっと小径のホイールだったりだとか、もうあとは少し価格を抑えたアメタンみたいなデザイン、別ブランドのやつもあったりとかするんで、まあ、ぜひぜひホームページ見ていただければお気に入りのが見つかるかもしれないということで、ぜひその辺ご用意があればボンドグループ各店にお問い合わせください。もう MV 他のメーカーからの受注生産も受けてるぐらいなので、まあ、信頼性は間違いないと思います。ぜひ皆様のかっこいい車の足元に MV 工事をご検討してみてはいかがでしょうか。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。